はい、皆さんこんにちは。今日はですね、梅雨のシーズンということで、私が雨の日に履いている靴をご紹介したいと思います。今日は3種類ご紹介したいと思います。ではまず左の方から行ってみたいと思います。小雨程度の雨であればスニーカーを履いていってしまうことが多いんですけれども、雨だけどどうしても革靴を取り入れたいななんて時は、はい、こちらですね。こちらはパラブーツのオルセーというモデルになります。サイズは私は4を履いています。はい、こちらパラブーツなんですけれども、フランスのブランドになります。パラブーツが普通の革靴と違うところ特徴というのは、まずこのソールがですね、登山向けに作られている天然ゴムを使ったソールなんですね。ですので裏側もかなりがっしり作られています。登山ができるくらい、丈夫なソールになっていますね。このパラブーツの靴の特徴は、ソールとアッパーの部分をつなぐこちらの部分を、二重のステッチにするノルウェージャン製法っていう製法を用いていますので、かなり防水性が高くなっています。こちらの革なんですけれども、革から天然のオイルがこう自然と表に出てくることによって、そのオイルによって雨の水を弾く効果があります。まあ、そういった効果によって、雨の日でも、水を弾いて履くことができるという、最高の革靴ですね。普通革靴っていうのは雨の日には絶対履かないものなんですけれども、私は結構、まあ、土砂降りの時は履かないんですが、まあ少しの雨ぐらいだったらパラブーツは全然履きます。そしてなんといってもすごくですね、履き心地がいいです。前に元の靴をご紹介したと思うんですけど、元の靴と同じぐらい履きやすい革靴です。すごく馴染みもいいし、形もどっちかというと日本人の足の形に合うんじゃないかなと私は思っています。これで走っても全然疲れないですね。はい、パラブーツは全然雨靴のイメージがないので、普段使いとしても全然いけるデザインなのが非常にいいですよね。そして雨の日に一番よく使うのがこちらです。はい、こちらも皆さんご存知かと思うんですが、ブランドストーンですね。ブランドストーンというブランドはオーストラリアのタスマニア島っていうオーストラリア本土のもっと南の方にある島なんですけれども、そこでイギリス人の、ブランドストーン夫妻が、立ち上げたブランドになります。こちらですね、雨の日はもうほとんどこれを履くって言っても過言ではないぐらいこちらを活用してます。こちらのいいところはですね、まず蒸れないことですね。結構私は様々なレインシューズを試してきました。おそらく3足ぐらい今まで買ったんじゃないかって思います。なんですけど、レインシューズって結局ゴムでできてるから中が蒸れるんですよね。で、中も結構汗でびしょびしょになっちゃって、内側が濡れちゃったら結局それってレインシューズの意味ないよねって思い始めて、これにたどり着きました。ブランドストーンは普通のレインシューズと何が違うかというと、アッパーの部分が全部レザーでできているんですね。だから靴の裏内側も蒸れない、そこがすごくいいところです。普通のゴムで作られたレインシューズっていうのは中もすごく蒸れるし、匂いがこもってしまうんですよね。それが私はすごく嫌でした。もうこれに変えてからはずっとこれを愛用しています。で、ソールの部分はゴムになっていて、ソールとアッパーの間は接着剤か何かでこう接着されているような感じですので、ここからの水の侵入はないです。そしてあとこのフォルムですね、フォルムも丸っこい感じがすごく可愛らしいですよね。シンプルなデザインなので割とどんなファッションにもマッチします。とにかく履き心地は最高です。ただブランドストーンのホームページに書かれていたんですけど、一応革なのでラバーブーツとかそういう レインシューズほどの高い防水性は本当はないみたいですとは書かれていました。ただ私はこれを今まで履いてきて水が中に侵入したとかそういうことは一切なかったですね。まあ、入るとしてもここからの侵入ですかね、この上からの侵入は少しぐらいはあったと思いますけれども、全く問題なく履けています。はい、そして最後一番右側のこちらですね。はい、こちらメンズの方はご存知の方多いと思うんですけれども、こちらはダナーですね。ダナーライトです。色はブラックですね。はい、もうこちら見ての通りなんですけども、もう本格的な、もう登山用のシューズみたいな感じですね。
ダナーはですね、1930年に、できたアメリカ、ダナーはアメリカのブランドですね。このダナーライトの一番の特徴はゴアテックスという生地を使っていることです。内側にですね、ゴアテックスというのは、透湿防水、つまり外からの水は通さないけれども内側の、蒸れた蒸気を外に逃がしますよという夢のような生地を使っている。ただこのダナーライトは、私はほとんど使ってないですね。正直ここまでのハイスペックのものを履く機会では東京ではないですね。はい、まあ大雨が降っても、まあ、大雨降ったらブランドストーンで結構いけちゃうんで、それ以外だと、まあ、雪の日ですかね、雪の日に履くぐらいで、あとはほとんど履いてないです。なのでなんで自分でもこれ買ったんだろうって今結構思ってるんですけど、あとは、まあ、急にどっかハイキング出かけようとかそういう時には役に立ちます。私はアイスランドっていう国に新婚旅行で行ったんですけれども、アイスランドってすごい雪が降るような寒い国なんじゃないかなっていうイメージがあると思うんですけど、実は気温がそこまで低くないんです。北海道の方が寒いと思いますね。なので結構雨がずっと降ってて泥沼みたいなところがいっぱいあったんですよね。そういう時にこのダナーライトはすごく役に立ちました。はい、なのでそういう地域に住んでいらっしゃる方はダナーライトはいいんじゃないかなとは思いますけれども、ブランドストーンも結構ねソールしっかりしてますけど、ダナーライトはもうかなりゴツゴツですね。登山もできるっていう、そのビブラムソールっていうソールを採用しています。東京ではあんまりいらないんじゃないかなっていう感じなのがダナーライトです。はい、そんな感じで今日はこちらの3タイプご紹介していきました。はい、はい、それでは今日はこんな感じでした。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。